ヘビー級ノンタイトル10回戦、リリック・ボー対アンドリュー・ゴロタ、因縁の再戦です。Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with red and weighing in at 239 pounds. His professional record, 28 victories with 25 knockouts and only one loss. That fight is qualification for the man he faces tonight. He is the pride of Poland, now living and fighting out of the windy city, Chicago, Illinois. Ladies and gentlemen,Introducing Andre Gorota. ポーランド・ワルシャワ出身のアンドリュー・ゴロタ。And his opponent across the ring, fighting out of the red corner. He's wearing a red trim with gold and weighs 235 pounds. This 1988 Olympic silver medalist.Now has a professional record of 39 victories, 32 by KO with only one defeat. He is the pride and joy of Brooklyn, New York, a two-time world heavyweight champion and former undisputed heavyweight champion of the world, Riddick Big Daddy.元統一チャンピオンリリック・ボー、そして前 WBO 世界ヘビー級チャンピオンでもありますリリック・ボーです。コンベンションセンターおよそ1万2000人のお客さんが入りました。ヘビー級ノンタイトル10回戦、タイトルがかからない試合、私たちもラスベガスからお届けしたことがあるんですが、ボー・ホリフィールド、浜さん、はい、アメリカで行われるこのヘビー級の試合というのはタイトルはやっぱり関係ないというのが分かりますよね、1万2000です。そうですね、それからするとやっぱり誰が試合するかでお客さん集まりますね。はい、さあその試合の見どころはどの辺になりそうですか。まず最初に話し合った決着の時でしょうね。はい、そういうのはやっぱりボーがどれだけのコンディションでリングに上がってくるかが一つのポイントになると思いますね。ボーの内容にも疑問が呈せられました。かなりポリスマンがいますね。前回 の、 そのライオットといいますか、その騒動ですね、それの再現を危惧して、かなりポリスマン、ガードマン配置してますね。物々しい中で試合が始まりました。リリック・ボー赤のトランクス、白のトランクスがアンドリュー・ゴロタ。この試合はリリック・ボーがかなりその辺の意気込みが感じられまして、というのも浜田さん、はい、ウエイトが252パウンドから235パウンド、17パウンド落としてきたんですよ。それからすると意気込みが感じられますね。やっぱり前回よりもだいぶスマートになってますよ。絞れてますよね、はい、7.7 キロ、およそ8キロです。ずいぶん絞れましたね。やっぱり前回の大反省でしょうね。なるほど、左を出していきます。リリック・ボー29歳になりました。一方のゴロタ28歳、両者ともソウルオリンピックに出ています。しかも銀と銅メダリストです。王と右は空振り、リリック・ボー、今右空振りですけどね、はい、それですぐ元のホームに戻れたわけですね。前回は右を空振りしたらそのままバランス崩しっぱなしでしたから、この出来はいいと見ていいと思いますよ。そうですか、はい、ざわついています。何か物々しい騒然とした中でこの試合も始まっています。右のストレート、リリック・ボー、シャープです。アンドリュー・ゴロタ、ゴロタは反則負けを前回喫しましたが、浜さん、はい、ゴロタの実力はなかなかいいんじゃないかという評判ですよね。反則負けではあっても、実力を証明した試合にはなったでしょうね。そうですね、はい、仮にあれが反則負けじゃなくてそのまま行っていたらゴロタの勝ちになっていただろうというのが予想ですからね、はい、そしてゴロタの反則は
この打はいけないとしましても、ボーの実力にも疑問符が投げかけられています。前回第1戦本当に反則勝ちして株を落としましたね。そうですね。ボーは50秒残り切ります。第1ラウンド左、なかなかシャープの左を使っています。これは両者に言えます。ゴロタの左がいいですね、はい、そしてゴロタやはりあのアマチュア出身ですからね、そのフットワークがいいですね。でガードも高いですしね。ヘビー級がゴロタ、そしてスーパーヘビー級がボー。アマチュアでこのように、ランクが違っておりました。クラスが違っていました。残り20秒切っています。第1ラウンド左、リーチが長いのはリリック・ボー。ああ失礼、数字ではゴロタが上回っています。7センチゴロタが上回っています。身長ではリリック・ボーが上回っています。3センチ。今第1ラウンド終了です。ゴロタのジャブの方が的確で、はい、そのクリーンヒットしてたと思いますね。だから私はゴロタにポイントを振ります。こちらがボーのコーナーですが、なんと言いましたか、小泉さん、あのエディ・ワッチがこのボーを見放したというね、情報が伝わってきています。まあ、前回のですね、まあ、ミスコンディションですよね。やはりまあ相手を過小評価、舐めてたとはいえですね、まあ、非常にそのトレーナーのエディ・ファッチを言うことを聞かずにですね、そのウェイトを上げて、そしてあんな不細工な試合をしたということで、もうエディ・ファッチさじ投げたんですね。で今ついてるのはそのエディ・ファッチのですね、1番です、セル・トーレンスっていうんですね。まあ、あの名古屋でのあの薬師寺マッカラー戦の時もエディファッチともに来てましたけどね、はい、こちらにもベテランのルー・デュバがトレーナーとしてついています。浜さん、はい、VTR で今再現出ていましたけれども、いい左がヒットしてましたね、ゴロタは。あ、そうですね、あのバランスがいいですね、ゴロタは、はい、さあ第2ラウンドです。大柄な両者です。6フィート4インチは193センチアンドリュー・ゴロタ、一方6フィート5インチ196センチリリック・ボー。まあ、セミファイナルの試合の時ですね、これまでヘビー級にあの奪回した2度取ったのはですね、はい、7名って言いましたけどね、このボーを加えるとですね、ボーの WBO タイトルも認めるとですね、これ8名になるわけですね。なるほど、はい、だから WBO タイトルをその認めてしまうとですね、ヘビー級3度その取ったのはアリとホリフィールドだけだって言いますけど、モーラーもこれ3度取ってるわけです。あ、そうですね、はい、左を出しました。引っ掛けるような左です。まあ、アンドリュー・ゴロタ記録上 WBO をそのどう扱うかっていうので数字が変わってきますね、まあ、それはもうちょっと、おっと右、効いてますダウン、リリック・ボーダウンです。右強烈に入りました。今のは予想以上にもろかったですね。いやー、しばらく経っていましたが、その後よろよろっとよろけてしまいました、リリック・ボー。さあ第2ラウンド大きなチャンスです。アンドリュー・ゴロタ実力の正面になります。ボディブロー、そして上、ボーは足を使います、逃げます。防戦一本になりました。苦しい展開になっています。リリック・ボー左をつきます。じっくりいっています。時間はあります。アンドリュー・ゴロタボディブローから上、上下打ち分けます。アンドリュー・ゴロタ左、聞いてはいますけど、これだけガードを固められると、ゴロタも相当のパワーで打っていかないと崩れないですね。やるから右、左、いい左が入りました。アンドリュー・ゴロタチャンスです。ロープに入り込んでコーナーのあたり一回押し返しました。もう一度ロープを背負います。左から右フォローしていきます。左を出した、ボーが大苦戦、ミルストレートボディへ。せっかく7キロ以上も落としてきて、いい調子だと思ったんですけどね。ダウンを切っています。あーと空振り、危ないですね。頭です。あ、ちょっと今頭突きです。頭突きしましたね。レフリーはエディ・コットン。あ、時計を止めました。あ、減点ですね。減点です。マイナス1ポイント。ヘッドパット、それに対して続きに対する減点です。さあ今休む時間がありました。そうですね、本当はもったいないですね今のは。
ご覧のように時計もあとわずか。第2ラウンド、しかしそれでもボウは時間を稼ぎます。ぐーっと下がっていきました。アンドリュー・ゴロタ減点を期してしまいました。右のクロス届かない。このコング、このコングです。身を挺した。マネージャーのロック・ニューマンです。ボウのマネージャー心配そうですね。ロック・ニューマンはこのボウの今後のボクシング生命を左右するこの試合は大事な試合なんだと言っています。さあ第1ラウンド、第2ラウンド終了です。まあ、10対8、ゴロタのラウンドですね。はい。そしてゴロタにマイナス1ポイントの減点があります。浜田さん、このマイナスポイントはもったいないですよね。もったいないですね。まあですけど、あの今のポイント減点されたよりもですね、休ませたのがもったいないですね。今のは今ぐらいのダメージだったらワンポイントの減点ぐらいもう触れてやってもいいんですよ。はい。ただダメージを時間伸ばさせたのももったいないですね。いや、アンドリュー・ゴルタがダウンを奪った時にはこの会場は割れんべくばかりの大歓声に包まれました。テンプル当たりましたかね。この米が入りましたかね、はい、今は。さあ第3ラウンドです。およそポーランド系のファンがかなり入ってきています。半分まではいきませんが3割から4割近いポーランド系のお客さんが入っているように思われます。右のストレート、第3ラウンドヘビー級ノンタイトル12回戦身を出していきます。8キロほど絞ってきました。リリックボー、あのアンダーディギアっていう球種があるんですね。あの耳の下なんですよね、ええ、まあこめかみより私ちょっと下だと首筋の上、耳の下ですね。あそこを打たれるとですね、あの三半筋がありますからね、はい、平行失ってああいう倒れ方することがあるんですね。おお、なんか左目切りましたかね。あ、そうですか。はい、今ちょっとボウの方がバランスを崩しかけました。第3ラウンド1分が経過しています。第2ラウンドにリリック・ボウがダウンを期しました。盛んに出だし、このラウンドで出だしボウが右を振ってますから、右当たったんですかね。アッパーを突き上げる。浜田さん、はい、あのラスベガスで行われましたボウ・ホリフィールドの第3戦、あの試合もダウンを期しましたが倒れ方が違いますね。今のとは違いますよ、今のワンテンボーイで倒れましたからね。そうですね、左をつきましたがそれが当たりました。アンドリュー・ゴロタ、小泉さん、この試合注目の度合いといいましょうか。前回の試合がですね、掛け率オッズで言いますと12対1から15対1でボーだったんですが、そうです、今回は2対1と、はい、かなり接近しましたね。まあ、両方ともですね、ボーの方が有利なんですけど、15対1っていうのは大変な掛け率ですね。だからそれだけゴロタの実力過小評価されてた。だから第一戦で実力証明してですね、この試合、ただなぜ2対1でもボーの方がまだ有利かというとですね、ボーは前回調子が悪かったので今度は仕上げてきて今度は勝つだろうっていう期待があるわけですね。ただ掛け率は詰まったもんですね。第3ラウンド45秒切りました。ボウの背中には家族のタトゥーが入っています。家族の顔が描かれています。さあ距離を見てボディブロー3つ続けました。ゴロタも大きい声援があるんですが、浜田さん、はい、リリックボウ絞ったというよりはちょっと痩せたという感じも受けるんです。そう見えるかもしれないですね。なんですかね、体から出る雰囲気なんですかね、かもしれませんね、はい、ボディブローです。このラウンドゴロタがちょっと後手に回ってますね、はい、残りわずかになります。第3ラウンド左を出します。おっと、激しい打ち合いになりました。ゴングです。最後ボウの右のパンチ、第3ラウンド終了です。もう手を出さないとですね、倒されるっていうんでですね、ボウが必死に手を出した感がありますね、このラウンドはボウです。はい、しかし今のダウンは本当にホリフィールドの時のダウンは仕方ないにしてもですね、今のワンテンポってなんで倒れるんだっていうような気持ちになりますね。あ、先ほどカットの話もありました。浜さん、これですね、左目ですね、はい、まぶたのあたりでしょうか、目地です。
それから先ほど、まあ、ホリフィールドの話が出ましたが、もう皆さんご存知かと、お気づきかと思うんですが、リングサイドちょうどカメラの反対側左手の方にホリフィールドが来ています。どんな気持ちでこの試合を見ているでしょうか。まあ、これをその、まあ、試合でですね、相手を噛んだりですね、頭突きやったりかなり悪いですよね。ゴルタ、はい、はい、今顔が見えています。ちょうど棒の背中のあたり、ホリフィールドがリングサイドに来ています。さあ第4ラウンド、ホリフィールド どういった気持ちで見てるんですかね。この棒と3度にわたる熱戦を展開しています。まあ、両方とも打たれて弱っておいてくれという気持ちもあるんじゃないですかね、はい、そうでしょうね。なるほどね。第4ラウンドです。ニュージャージー州アトランティックシティで行われていますコンベンションセンター、このノンタイトル戦ではありますが、ヘビー級の注目の一戦。おーおーおー、最初はボウが追い打ちをかけます。さあボウ大きなチャンスを迎えた。第4ラウンド右左、その後フォローしていきます。おーおー、あー右アップ、あーと押し返してきますが、ダウンです、ダウンです。右はさすがにパンチありますね。アンドリュー・ゴルタダウン。今の打ち方なんか本当にところ構わず、ただ思い切り振ってるだけですからね。ダウンを取り返しました。リリックボー、さすが右はパンチありますね。右をまたそれ思い切り持っていきましたが、これは入りませんでした。もみ合いのような形になります。これをレフェリーが分けます。コットン右、これで数々の相手を打ち倒してきました。右大きなパンチを繰り出します。今効いてますよ。前に進みます。アンドリュー・ゴルタ、ゴルタ効いてますよ。今パンチを入れてきます。ボー、振りは大きいですね。ボディブロー、ボディブロー。第2ラウンドとは全く形勢が入れ替わりました。これだからパンチある選手たちの試合というのは分からないんですね。そうですね。さあまたいきます。アンドリュー・ゴルタダウンを喫してしまいました。第4ラウンド、ボディブロー、出血もかなり広くなっています。ゴルタも踏ん張るところですね。今下がると、ノブロン中ですか。ノブロン中ですね。ノブロンですね。おー、引き頭のてっぺん。あー、左ゴルタの左当たりました。出ていこうとするところ、カウンター気味に入っています。まあ、倒されるのか。やっと低い、これは低い。あの第一線のようなパンチ、なんていうんですか、注意のすぐ直後ですね。これは減点になるでしょう。かなり低かったですね。あ、減点です。やりましたね。まあ、前回3度減点ですよね、第一戦では、はい。まあ、3点減点された、まあ、ゴルタの方ですけど、まあ、ローブローも常習犯ですからね。いや、これはちょっと時間を置いて休ませます。これはルールで明記されてるわけですね。そうですね。まあ、ええ、こういうその故意の反則なんかが起こった時にですね、まあ、3分ないし5分その、レフリーが指定してですね、そのダメージ受けた方を休ませて試合再開ですね、ええ、おっと両者分けます。さあ試合再開されています。今ので浜田さんどうでしょう、流れというのは。流れどうなるんでしょうね。今一進展ですよ。あ、右いいパンチだ。右のクロスが見事に入りました。いや、インサイドから、ね、この試合というのは判定まで行きそうにはないんですけどね。判定まで行ったとして今の減点は大きくなるでしょうね。あ、そうですか。第4ラウンド終了しました。荒れた第4ラウンド、まずゴルタがダウンを奪われました。ボウがダウンを奪っています。しかしゴルタに反則ブローがありまして、反則打がありまして減点がありました。ポイントは10対8ですね。そしてマイナス1減点がありますから、はい、10対7、3ポイント失ったことになりますね。こちらがゴルタ、ブルドックのニックネームがあります。ルー・デュバトレーナーが吠えています。まあ、ストレートバックですから打ち返せということですね。そして左フック返せと言ってますね。ちょっと
まあ、この3ラウンド目、4ラウンド目、そのゴルタがその手数が減りましたからね。浜田さん、あの右でしょうかね、はい、先ほども言いましたけれども、この決めて、ぐらついてるんですね、最初の右ですよね、はいはい、だからダウンしたパンチなんかも、これもどこ当たっても、もう急所当たったわけじゃないんですけどね、もうその前に効いてるんで、どこ当たっても倒れる状態でいたわけですね、はい、さあ、第5ラウンドです、白のトランクスがアンドリュー・ゴルタ、ポーランド、ワルシャワの出身です、そうなんですね、1990年、そのポーランドのディスコでですね、その若者をですね脅してですね、その靴とそのジーンズをその取ったことがあるんですね。ああそうですか。それでその告発されて、それでアメリカに逃げたんですよね。ははそれでまあプロ転向したという、そういう悪の経歴があるまあそういう変わった選手ですよね。これだけの選手になるんだったら靴ぐらい取らなければいいのにと思いますけどね。第5ラウンドに入りました。1分経過しています。お互いに1つずつのダウン、下落します、身を出しました。両方とも効いてますよ、そんな感じですね、はい、ちょっと動きが両者とも変わりましたもんね。両方とも効いてます、右打ち下ろしは当たっていません。体はゴルタの方が大きく見えますね。本当にそうなんですよ、ゴーがそのウェイト落とした、まあ、そのせいでしょうけど、なんか上半身がしぼんで見えますね。遅くなりましたよね。効いてますよ、はい、動きおかしいですね。効いてますよ。さあゴルタチャンスです。左から右、ああそうロープに持たれる、ダウンです。第5ラウンド、またまたリリクボーダウン、大苦戦ですね。これはリリクボー、これは苦しい、ちょっと目も血をさまうような感じ。さあ大きなチャンス、ここで決めることができるか。ゴルタ実力の証明です。ニロフラッシュ、さあ狙っています。ゴルタ、ゴルタも疲れ、ダメージあるから、こういうのはいけないんですね。ここでラッシュができないゴルタ、そうですね、これまでのゴルタと違います。ゴルタもダメージあるんですよ。上がらない、わあフラッシュ、ミルボディブロー、両者ともこれグロッキーです、効いてます。なんとかしのげるか、リディクボー、苦しい、左が当たった、右、その後右を出します。右のクロス、いや先ほどの2人のスピードが比べるとスローモーションのような感じになります。ダメージなんですよこれ、オディブルが左引く、右、アートゴング、右のストレート入ったところ。第5ラウンド終了しましたが、なんとリリックボー、この試合2度目のダウンを喫しました。見てますね、まあポイント的にはですね、まあ10対8ですね、まあ、ゴルタのラウンドですね。ただゴルタもですね、まあ、疲れとは、まあ、焦りでしょうね、早く決めてしまおうっていうんでですね、ちょっとダウン取った後の連打、正確さを欠きましたね、はい、さあこれが効いたんですね、そうです、この打ち下ろしの右ですね。こんなリリックボーは初めてですね、今の倒れ方なんかのダメージの深さは相当なもんですね、まあ、ウェイト落としたせいか、なんか打たれ弱くなったような気もしますね、まあ、いいパンチであったことは確かなんですけどね、はい、アメリカニュージャージー州アトランティックシティコンベンションセンターヘビー級10回戦リリックボー対アンドリュー・ゴルタの一戦。まあ、ボーは打たれ強いっていうイメージがあったんですね。ピエール・コーツァーとの試合、打ちつ打たれつやりましたね。あの試合なんかさすがもう打たれ強さのせいで勝ったようなもんですけどね、この試合はそのちょっと脆さを感じさせます。第6ラウン
さあこのラウンドはどうでしょう。回復具合が気になります。あっとこれはいけません。またエディ・コットンレフリーが入りました。打ったっていうことですね。これは口頭での注意だけのようです。まあ、アンドリュー・ゴルター出身はポーランドなんですが、ポーランドのボクシング事情というのはどうなんですか。まあ、ポーランドアマチュアは盛んなんですけどね、プロというのは、まあ、あの、まあ、東欧圏でしたからね、はい、まあ、あの、まあ、ポーランド政府自身がですね、そのプロ化してませんから、はい、だからまあこうしてアメリカへその渡ってきたそのゴルタというのは得意な存在ですね。これ当たっていませんが大振りします。リリックボー、今度は内側から入りました。今度は内側から入りました。ボーはまだ効いてません。まだ一発、右の一発のパンチだけあることあるんですけどね、足が定まらないから普段通りの強いパンチは打てないんですね。左2つついて右を振っていきますが、右がちょっと大きかった。頭が合います、頭が合います。両者ボディが左、また左、ボーのパンチに力がないですね。ないですね。してオープンブローですよね、はい、おっと右、今いいパンチだったんですけどね、ゴルタの方がしっかりその脇締めて打ってますね、同じ大振りでもですね。大苦戦です。非常にこれは何か今後を占う上で大事な試合になりそうです。ヘビー級ノンタイトル戦、とにかくこの5ヶ月の間にこのヘビー級は大きな変化がありました。11月にはホリフィールドがタイソンを11ラウンドまさかの TKO に下して WBA タイトルを奪取しています。これはホリフィールドとの3度にわたる激戦を勝ち越したボーとしても燃えないわけないんですけれども、危ないですね。あとまだ効いてます。危ないですね。ぐらついた、ぐらついています。第6ラウンド終盤、切り筋って言いますかね、耳の下を垂れるとパンチの効きがその顕著ですね、チャンスです。ゴロタ右のクロス、右、あゴロタもフィニッシュまで行きませんでした。第6ラウンド終了です。まあ、このラウンドもゴルタですね、はい、もっとグラス使わせたらダウンなしてもですね10対8つけられるところですけど、まあまあ、このラウンドは10対9でいいでしょう。焦点はこちらのゴルタに行っています。ポーランドといいますとボールゲームは非常に盛んでして、バレーボールではモントリオールオリンピック男子金メダル、世界選手権でも優勝しています。それからサッカーでは72年のミュンヘンで銅、74年ワールドカップ3位、76年ではモントリオール銀を獲得しています。唇の下、口の下も深そうですね、ゴルタの傷は、はい、何かこう棒の方も顔も細くなりました。目の下シワが熊のように見えます。浜さん、この息の仕方とか尋常ではないですよね。そうですね、悪いですね、危ないですね、まあ、細くなって、まあ、細くなったというか正解になったというよりもやっぱり細くなったという感じですね。ですよね。第7ラウンドです。ノンタイトル10回戦、まあ、アメリカには虚毛って言いますかね、間違った考え方がありますね。まあ、ダイエットばやりでですね、そのスポーツの世界、そのヘビー級のですね、ウェイトが下げて上がるとですね、そのあのコンディションが仕上がってるんだと、そういう風潮ありますけど必ずしもそうじゃないんですよね。例えばジョージ・フォアマンなんかをですね、バッとその10ポイント20ポイント下げさせたら本当に試合できないですよね。右から左、そうですね、自分の、まあ、適したウェイトっていうのがありますね、はい。第7ラウンド1分経過していますが、浜さん、はい、いい感じで攻めてますね。ゴルタ、ゴルタはいいですね。ゴルタはマイペースです。浜さんの目はボーの方に行ってるようですが、ボーどうですか。ボー危ないです。これは危ないですね。さあどういう風に勝っていこうか、本当に危ないですよ、ゆっくりという感じでゴルタじっくり行っています。だから今足元がフラフラしてるんでいい感じ打てないんですけど、パンチを流さないことですね、はい、ロープに持たれて、おーと右入ってきた、我慢しなきゃいかんですよ、ロープを背負っています。お右、あ効いてますから、
これやれあれやれもうなかなか体が思うの動かないんじゃ仕方ないんですけど、はい、どうしても乗り越えなきゃいかんですから ね、この場面は。あー、トップギー、ちょっとバックハンドですね。あれ時々やりますね、バックハンド。手の甲です。これは反則だ。おーっと、右一発を返したい。ボーロープを背負って、まるでかつてモハメド・アリが展開しましたあのロープはドープのようです。それ以上に苦しい展開。モハメド・アリの場合は計算もありながら、はい、考えもあったわけですよね、ボーの場合はもう苦しくてやってるだけのことですから。そうですよね、苦しくて完全にこうしのごうという感じのこのロープの使い方、苦しいだけですからね、あ、右じっくりいっています。ゴルタはじっくりじっくりラッシュがかけられないか、あるいは、まあ、ボクシングで下半身というのは非常に大事なんですね、まあ、足が今死んでますね、棒は突っ張ってますね。あれじゃいいパンチも出せませんし、その動くこともできないですね、はい、効いてるんですね。マイペースで攻撃を続けていました五郎太郎も。浜田さん、ちょっと切れてますね。やっぱりダメージ、ダウン取られましたからね、青右、はい、ダメージが残ってるからそうなるんですけど、ただ余力は五郎太の方があるんですよ。ここでゴングです。第7ラウンド最後バックステップでロープに寄りかかっていきました。リリックボー、非常に苦しい体勢が続いています。今こそ久しぶりに今言いましょう、ボーがボーっとしてますね宙を見つめています。リリックボー下を向きました。首筋を冷やしてもらっています。こちらも大きく息を吐き出しています。ゴルタのダウンは1度、ボーは2度。クジラが潮吹くっていうのがあるんですけどね、まあ、ニックの読み白クマですよね、もう白クマがしぶき吐いてるみたいなのがありますね。現在はシカゴをホームタウンにしていますアンドリュー・ゴルタ。一発カウンターを返そうという右のパンチ当たっていたんですが、それよりも多く詰め込んできますゴルタ。冒頭でヒール、悪役の話があったんです、本当にもう根っからの悪ですね。そんな感じですね。もう試合ぶりもバックハンドやったりですね、手の甲で打つ反則ですね、やったりローブローしたりですね、はい、頭突きはやる。あーとちょっと後ろにグーッと流れていきましたリリックボー。しかしその悪役ぶり、ヒールぶりがこの第2戦を生んだわけですし、はい、ファンのこう、なんていうんでしょうか、見方も変わってきたわけですよね。悪い意味での人気も高まってきたような感じがありますけど。そうなんです、そうなんです。本当にアメリカのファンというのは、まあ、変わってましてね、そのハードボイルドって言いますかね、そのピカレスク小説じゃないですけど、その、まあ、悪役のこのゴルタに人気集まってるんだよね。ですね。イグロストレート第7ラウンド、浜さんその辺はちょっと不思議な感じもしますね、はい、ダーティーヒーローと言いましょうかね。あ、そうですね、その表情を変えないゴルタはまさにそういうものを持ってるんじゃないですかね、まあ、ダーティーハリーっていうのも映画がありましたけど、ね、ダーティーゴルタですね。おー、飛び、おー、右、左を返しました。ゴルタタフですね。あー、また出てきます。今の棒のパンチはどうだったんですか。いや、足元をふらついてるにしても腕の力まだまだありますからね、パンチはいいパンチですよ今のは。ゴルタタフですね。右ナッパを突き上げていきます。リリックボー、非常に苦しい試合になっています。先ほどの試合がまさにサバイバルマート。右右、ただ2人のダメージの度合いが違うんですね。左を出していきます、はい、このダメージっていうのはボーのダメージは抜けないんですね、もうこれだけ蓄積すると。あ、そうですか、はい、このラウンドはボーがその割といいパンチ当ててますね。まあ、タイソンとホリフィールドの次の時代を築くのはボーか、あるいはルイスかとこう言われた時もありました。非常に苦しんでいますリリックボー。もうボーとしたらちょっと息切れしてますし、もう無我夢中なんですよ ね、もう本能で打ってるっていう感じしますね。まあ、事実このリリック・ボーがまだ現在でも一番強いという声さえまだまだだいぶあります。ところがこの両者の第一戦からその辺が少し
疑問が呈せられるようになりまして、この試合非常に苦しい、はい、これだけの体からあれだけのスピードストレートパンチ打つしですね、ヘビー級ながらあれだけの体力スピード大したもんだなっていうのが評価だったと思うんですけど、本当に棒が小さく見えるというのは珍しいもんですね。第8ラウンド自らクリンチに行きました。体をつけに行っています。ぐらついています。依然としてぐらついている。あーっとリリック棒かなり苦しい試合。このラウンドは私は棒につけます。そうですか、はい。ゴロタっていうのはですね、考えながら休むラウンド、その攻めるラウンドを分けてるのかも分かりませんね。はあはあ、ゴロタもそうスタミナある方じゃないんですよね。まあ、私からすると考えて休むっていうのも疲れたから休むだけのことじゃないですかね、ゴロタの場合は。まあそれもあるんでしょうけど、まあそれも喧嘩上手の一つですよね。いや、ゴロタも疲れてますよね。本当に乱戦になってきましたね。28歳です。とにかくダウンは奪ったと言っても自分もダウンをしています。しかも相手がこの大きなリディックボー、体力使えないわけが使わないわけがありません。今マネージャーのニューマンがまた見えていましたけれども、ロクニューマンも今確か資格を剥奪停止中なんですよね。そうですね、まあ、第一戦の騒動のいろいろエピソードあるんですけどね、ロクニューマンプロモーターとして1年間資格停止サスペンドなんですよね、はい、大混乱のですね張本人がということですね。あ、右やり棒を打ちながらもぐらつくところなんか、このダメージは深いですね。サンドバッグのように打ち込んでいきます、アンドリュー・ゴロタ。まあ、昔のパターソン・ヨハンソンの試合みたいなもんですね。倒し倒され強いパンチ入れた方が倒れるというような感じですね。第9ラウンド手を伸ばしてこれが入ってくるのを防ごうとするんですが、いかんせんリリクボーパワーが感じられません。右を締まった、右右をちょんちょんとしてそれで左返すんですが、あの時に右がバックハンドになる時ありますね。いや、右コーナーで打ち合いになります。出ていきました。もうこんな時にストレート打つと効くんですよ。ところが人間の体っていうのはですね、回転力をその使って、まあ、背骨を中心に回転をそのパンチに伝えてますから振り回す方が楽なんですよね。あ、またぐらつきながらコーナーに入りました。そしてゴルタの方も出血がまたまた始まっています。踏ん張りが効きません。とにかくリリックボー、たまに合わせて出したパンチが当たるんですね、ボーの。はい、下がりました。今イベンダーホリフィールドが隣の方と何か言葉を交わしています。ボディーから上のコンビネーション、あっと強いですね。とにかくパワーが感じられます、このアンドリュー・ゴロタ。ただゴロタのパンチもちょっとキレがなくなってきましたね。そうですか、はい、まあ、疲れでしょうね。今返した右がバックブロー気味になりました。バックハンドブロー当たってはいません。頭が当たります。いや、苦しい苦しい試合です。リリックボー、もうボーはもうヨレヨレですね。本当にそうですね。浜田さん、これだけのボーというのは負けた試合確かに見たことありますけど、こういうヨレヨレではなかったですからね。初めてですね、これは。本当にいい。お、ひっくりがありました。これは明らかにローブロー、明らかですね、今のこれは低かった。あ、もう試合中止ですね。これでもう失格宣言ですね。試合終了です。試合終わりました。今の反則台に対してですね、これ。あ、これポイントでは勝ってますよね。
もったいないことしましたね。これは失格負けということですね。失格負けですね。まあ再戦して再度その失格ですね。いやこれは浜田さん、棒がここまでフラフラだったんですけども。そうですね、何にもしなくても垂れていくんじゃないかという思うぐらいフラフラだったんですけどね。ゴロだとすれば大きいチャンスを落としてしまったっていうんですかね。小泉さん、これは確認ですが、棒が倒れてる棒は勝ちを掴んだわけですね。まあこれ失格ですよね。当然明らかなローブローですからね。レフリーはもうあそこで堪忍袋の方が切れて、その試合終了宣告しましたね。これ失格ですよ。失格負け、失格勝ち、この両者第一戦と、これは結局浜田さん全く終わり方は一緒ですね。結果になってしまいましたね。2度あること3度ある、もう1回あるとも思えないしですね。どうなんですかね。ゴルタ、まあ、前回は反則負け、今回は失格負け。ローブローもローブローもかなり低いですよね。まあ無意識にやったんでしょうけど、まあ勝ってる試合をですね、自らのそのローブローでこれ失った感じがありますね。ゴルタはどんな気持ちでしょう、アンドリュー・ゴロタ。まあ勝負に勝って試合に負けたっていうことですね。それが2試合続いたわけですね。こちらはどんな気持ちでしょうか。反則負け、ましかも勝ちでも嬉しいわけはないと思うんですけどね。レフェリーエディ・コットン calls a halt to the bout. It ends at 258 of round number 9.The winner by disqualification, Riddick Big Daddy Bowe. Disqualification というのはですね、失格という意味なんですね。まあ9回2分58秒、失格でリディック・ボーの勝ちですね、はい、勝ちを拾いましたね。Disqualification、まあ、皆さんがよくご存知なのはタイソンとマクニーリーの、マクニーリーが失格負けになりました。そうですね、あれと同じです。まあ、あの時はトレーナーが入り込んできたわけですが、2ラウンド目のダウンですね。こういうシーンもあったんですよね、浜田さん。採点なんですけどね、75対71、75対73、74対72、4ポイント、はい、2ポイント、2ポイントですね。ゴロタが勝ってたらしいですね。はあ、これは惜しいことをしました。しかも浜田さん、9ラウンドですよ、はい、あと1ラウンドこのペースを続ければ、まあそういうことですね。そうすると次は世界タイトルというのがゴロタの腕に入ってきたんじゃないですかね、うん、あ、試合終了後です。当然表情は変わっていますが、何かこうやつれたという言葉がぴったりと合ってしまいそうなこのリディック・ボー。ボーが呆然としてました。そして失格勝ちを収めました。